はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日はね、今パタヤにいるんですけども、結構タイに来てからまだ3日目4日目なんだけど、購入品がたくさんあるので、ちょっと一つ一つ紹介していこうかなと思います。でビューティー系とちょっとファッション系で分けていこうかなと思います。まずは今日はビューティー系をやっていこうと思います。購入品の1個目、1個目はウィーケンドマーケットってチャトゥーチャック、っていう市場があるんですけども、週末に大きく開かれる市場なんですけども、そのマーケットでじゃん、こういったものを購入してきました。じゃん、これはアロマストーンっていうんですけども、この本当の石はアロマのエッセンスを吸収しないっていうことだったので、これはそのオーナーさんの手作りのストーンにこのアロマのエッセンスをこう垂らしてあげるとディフューザーみたいな感じで使えるそうです。ですごく香りがねめちゃめちゃ良かったので購入してみました。これはね確か2つで150バーツぐらいだから、まあ、450円とか400円強ぐらいで買いました。2つ、ビューティー系の2つ目、じゃじゃん、ココナッツオイルです。これはこのパタヤの市場でフットホテルのあたりを歩いてて、薬局みたいなねすごいオイルがたくさん売ってるお店があったんですけど、そこで3つで300バーツだったので、まあ900円ぐらいか、3つでです。でまああのね、チャトゥチャで買った方がめちゃめちゃ安かったので、もその時は荷物になるかなと思って買わなかったんですよ。なのでもしタイでココナッツオイルとか購入したいなっていう方は週末のマーケットで買うことをおすすめします。でバンコクで買った方が絶対に安いと思います。あとはビューティー系の3つ目はじゃん、こちらのタイガーバームって皆さんご存知ですよね。タイガーバームのなんか手作りバージョンみたいなのがあって、タイガーバームだと1つだいたい56バーツとか60バーツとかしてたんですね、普通のお店で、薬局とかでも。ただこれはもっともっと安かったので、あの香りも同じだし、ただまあなんていうか手作り感が満載なので、でもあの中身もこんな感じで全く同じです。あの イングリエンツって成分とかもタイガーバームと同じなので、まあ安い方がいいかなと思って、これもチャトゥチャ市場で購入しました。ちなみにこれは1個で25バーツぐらいだったから、2つで50バーツ150円ぐらい。本場のタイガーバームもまあいいけど、全然いい買い物できたって感じです。 TK の4つ目はじゃん、これは市場ではないんですけど、バンコクのアソック駅にあるターミナル21っていうあのショッピングモールがあるんですけど、そこのどこのエリアだったかな、何階だったか忘れちゃったんだけど、オージャスっていうお店がなんかこうマッサージのオイルとか、すごいインドチックな女性がオーナーさんのお店なんですけど、そこに行ってマッサージオイルを買ってきました。で私結構肩とかすっごい凝るので、この肩こり用というか、まあ痛みとかそのコリとかに効くオイルを買ってきました。ケミカルフリーなので、そこのオーナーさんの旦那さんがね作ってらっしゃるみたいです。でそこに行くとね、あのマッサージもしてくれるんですよね、こう買わせるために。やるじゃないかでまんまとあの買わされてしまいましたでもすごい満足です。これね香りも良かったし、すごいこうすっきりする、塗るとすっきりする感じがするのでおすすめです。ビューティー系の5つ目はこれもオイル系なんですけども、じゃじゃん、プレスランドっていうのはタイ全体にあるチェーン店のマッサージお屋さん、マッサージ屋さんなんですけど、そこで使われてるオイルだったりとか、まあ、シャンプーだったりとかっていう商品が売られてるショップがあるんですね。でバンコクではね、うちらが歩いてた時は見当たらなかったんですけど、こっちのパタヤに来てからヒルトンホテルのショッピングモールに行った時にこのお店があったので、立ち寄ってみたらめちゃめちゃいい匂いのオイルがあったんですね。でこれもマッサージオイルなんですけど、2つ購入しました。ジャスミンの香りとイランイランの香り、2つを購入しました。これバス&マッサージオイルなのね、だからお風呂の中に入れても何滴こう垂らしてもいいし、あとはマッサージするときに使ってもいいオイルになってます。これが790で1プラス1だったので、2つで790
790だと2つで2400円、なのでまあタイでは安い方の、うん、商品ではないんですけど、でもねすっごい香りが良かったのだから買ってみました。ちなみにこっちの値段私言ってなかったんだけど、これも確か750ぐらいだから、まあ2000円ぐらいだったかな、うん、これもそんな安くないんだけど買ってしまいました。 TK の6個目はね、じゃらん、セフォラなんですけど、実はセフォラとかあとは免税店で購入したものもあるんですけども、それは別で動画にしたいと思うのでもう少々お待ちください。まだね3日4日目なんですけど6個ぐらい購入したので、まあ、もうちょっと増えると思うのでまた増えたらアップデートできたらなと思います。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。まだまだタイ旅行の動画続くのでお楽しみにしていてください。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ。サワディカー。